チョマ島は、北海道帯広市西十五条北二丁目にある沼で、ある、アイヌ民族の聖地とされる、チョマト沼、チョチョマ沼とも。語源は、アイヌ語のチホマトチホマツーで、沼の名前の成立に関する伝説が残されている。1800年頃に、北見アイヌが、宝物や美女を獲得すべくトカチアイヌのコタを攻撃した。当初は劣勢に立たされていた、 トカチアイヌが神に祈りを捧げると状況は変わり、北見アイヌは、チョマトに退避する。北見アイヌはそこで水鳥を捕獲して、空腹を満たしていると、トカチアイヌに、包囲されており、逃げ場を失った、北見アイヌは沼に飛び込んだ。沼が赤く見えるのはその時の戦士たちの血が多く、流れたからだという。そのため、血で染まった沼チョマトとも言われ、漢字では、血用魔沼と表記し、 血曜は沼戦没者慰霊碑が立っている。十勝地方に古くから伝わる伝説の中でも登場する史跡が現存するのは数少なく、伝説の信憑性に疑義が唱えられてはいるが、歴史的価値は高いと評価されている。伝説の信憑性が疑われる理由の一つに、アイヌ民族の長老たちは沼のことをトカムイと呼んでいるため、 神聖な沼に戦士たちが飛び込むとは考えにくいという。同地では古くからアイヌ民族による慰霊祭が行われていたが、一時期中断し1973年に42年ぶりに実施された。従来から水質を抱く等による蚊の発生や隣接する指導が大きく湾曲していること等から隣接指導の直線化が議論されていたが、 近年議論が再燃指導の直線化議論が起こり一部住民の反対もある中、沼の一部埋め立てを含む工事が2004年5月に開始された。ありがとうございます。